T 先輩です。ノクタン。T 子だよ、ノクタン。エイリアンが地下にいるだと、の後です。わかりやすいね。報告、感度良好。さて、今回もクエストをやっていきますよ。結構敵がいるな。これは、鉄塔かな。メーカー回転が増えてるね。前より増えましたよね。砂漠の方にはないか？そうそう、これだ。ルローのカップルだけは気をつけないと。今度も失敗したら目も当てられないもんね。あ、気づかれた。でも登ってこれまい。かわいそう。このビルにも出現してます。ほんとだね。ここかな？あ、あれ？上か。一番上まで登ってきました。ついでなのでこっちの様子も見てみます。特に変化はないか？変化があったのは景色だけね。そうですね。ここか。あれ、もっと下。この下っぽいな。今のところから行けたんじゃない？まあ安全に行きますよ。壁の向こうか。そっちだね。よ、ブーディーは一発で行けたのに。まったく。あとは特にないな。それにしても、ここにいなかった。どういうことだ。さらに下なのかな。外から侵入は無理ですね。ここ？あ、いた。普通にいるじゃない。あいつのせいです。え、そうなんですか。まるでクローンのように多いです。頭で見えませんか？ハッキングすればいいのか？そういうことだね。別にこれは普通だな。オッケー。うわ？この人にやられたのね。あれ、でもここって。この場所じゃないですか。似てるわね。もしかして、犯人って。そのパターンもあるよね。あれ、でも本当に知らない感じか。赤いフード。
この人じゃないのか。まあいいか。確か赤いフードの人はいました。キャンプの奥の方で見かけたね。妙に目立つなとは思ってたんですよ。やはりクエストに関係してたのか。さて、キャンプに戻り。お人よし。え？美人だからとはいえ、サービスしすぎ。いやいやいや、そんなことないですって。あ、いや、不美人っていうわけじゃなくて。どっちでもいい。ふてくされてる。かわいすぎます。すぐそこでスピードスターが待ってました。そういえばこれも残してましたね。大丈夫なの？さすがにこれはクリアしてますし。余裕でしょうね。おや？なんか遅く感じるね。ナインズはちょっと足が遅いのかな。加速に時間がかかってる印象かも。これは地下にある空間の崩落による陥没。こんな巨大な空洞が。あ？どうして？ちょっと。ボットに邪魔された。いや、勝手に落ちただけでしょ。このロボもクエストみたい。あのロボット何か様子がおかしいな。賢者ロボ。こっちも無視してやりますよ。それじゃ話が進まないから。え、でも何もできませんよ。ハッキングするんだろうけど、失敗して壊したくないから、ちょっと様子を見ましょうか。それもそうね。あ、後ろに博士の作ったタワーが見えてる。ほんとだ。敵も強くなってきました。このロボは比較的簡単に操れます。とりあえずキャンプに。ブローのカップルはもちろん覚えてますけど、目の前のものから片付けてしまいます。それで失敗したような気もするけど、メインさえ進めなければ大丈夫ですよ。そういえば赤色のフードをつけているって言ってたよな。あれ、この人もフードかぶってる。鮮やかな赤ではないわね。そういえば早口の女性でした。赤いフードの人はこっちにいます。あの人ですね。そういえばいたね。ちゃんとロボもついてきてる。よう初めて来た。最初から来てたよね。砂漠の中流地。え、それってデッカスのいるところですよね。もしかして犯人ってデッカス。嘘だ、信じられません。まだそうとは決まってないよ。プレゼントなんて無意味な行為。どうしたんですか急に。相手に聞かずに物を送るのは迷惑。物というより送る気持ちが重要とか。気持ちとか感情を持つことは禁止されている。はいはい。はいは1回。はーい。何かトラウマでもあるのでしょうか。ストーカーに会ったとか。
それぐらいの反応ですよね。オアシスを知った今、このクエストも問題なくクリアできますよ。そうね。この写真の場所か。遊園地廃墟と砂漠のどこか。あとは森のあたりかな。ちょっと探してみましょう。一応セーブして。君はなんか邪魔してたよね。ああ、セーブもしたし、ハッキングしてみます。いいの？ちょっと迷うね。でも倒さないと脱出できないか。そのあたりが賢者なんでしょうか。いろいろと悩んでるのね。これで終わりか。あ、ちょ、壊しちゃった。嘘でしょ。これはすんかい。あ、夢だったのか。いやいや、とりあえずこれで終了ってことか。ここにもいるんですよ。なんでこんな危ない場所にいるの？うわー怖い。あ、期待通りね。どこまで落ちた？うお、敵もいるし。もう？よし。君も賢者ロボか。っていうか、移動したの？さっきの場所は向こうに見えてるもんね。同じやつなのか。いつの間に移動したんだ。まあいいや、ハッキングしましょう。増えてる。存在意義に悩んでる。知能は高そうね。ナインズ。同調しちゃったのね。引き込まれた？ってやつですか。まだ続くようですね。もともと間違えて落ちちゃいました。しかもせっかく仲間にした恐竜ロボまで爆発しちゃったね。
そう、踏んだり蹴ったりです。お、でもこの宝は取れるな。素材か。まあちょっと進んでみるかな。ここの通路は昔からあるみたいですけど。え、大生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。メインストーリーだったー。やばいやばい、しかも戻れない。どうしよう。落ちたらそれまでだったのね。なんて巧妙な罠なんだ。もう進むしかない。この場所はデータベースに該当する情報はありませんね。きっとまだ大丈夫よ。それならいいんですが。これは死体。トゥビー、あれ、ようこそ我が創造主の墓場へ。ガチムチ兄弟の登場です。ここいい体。そういう趣味があったの。少しマジかよ。いえ、冗談ですよ。トゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく。でもレベルは低いままなのね。ネットワークの上に芽生え、あ、本当だ、16だ。創造主もそれを了解する。捕まってる。大して時間は必要としなかった。ちゃんとハッキングもできるのか。あれ、音楽がかっこいい。いつもとだいぶ違うね。こんな奴、植物のように単純でくだらテンションが上がるね。あれ、倒しちゃった。月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だよ。記録によると同じ種族で大量に殺し合う、愛し合う。その行動原理は目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたい。だがその模倣作品であるアンドロイドの諸君に調査を手伝ってもらいたいと思う。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴く。こんな素敵なこと僕にはない。そんなことやらせるわけないだろう、トゥビー。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。じゃあ交渉は決裂というわけだ。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる退屈宇宙人同様。やっぱり戦闘は終わってたか。そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。お前たちが信じる人間はどうかな。あ、あれ、何か映ってませんでした。怖いこと言わないでよ。いや、でも確かに。いやなんだけど。じゃあ何あれ、幽霊。やめてよ、怖い。女の子のようでしたが。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。
特にイベントはない。どういうこと？誰なんですか？怖いね。二周目。何か起こる予感です。幽霊じゃないよね、ね。それはわかりません。またこの道を戻るんですか？めんどくさいですね。文句言わない。フツービーさん、こちらオペレーターのシックスオーです。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。転送装置？ええ。地上にボディを残したまま、バンカーの仮ボディに自我データを転送する装置です。技術部の人から話を聞いてたんですが、ようやく実用化されたんですね。だからなぜこのタイミングで。新鮮。あ、セーブできない。でも、この人だよな。いや、あなたは。君たちのところの司令官に言われたんで、転送装置も動かせるようにしといたから。さすがにクエストの会話はできないみたいね。ありがとうございます。司令官は昔の人なんだけど、あいつ、今度会ったら文句言っとい。これが転送装置。でも、転送装置があれば、いちいち飛行ユニットでバンカー飛行ユニットは運用コストが。ようやく転送が使えますね。やっぱりここじゃダメか。砂漠の中流地だっけ？そこじゃないと。そういうことでしょうね。じゃあ、次回に回します。結局かい。思ったより時間がかかってしまったので。まあね。例のカップルにも会ってないしね。あ。それも次回ありますよ。まったく。ということで、また次回、ノクターン。お楽しみにね、ノクターン。報告、感度良好。タイプは多分襲ってくるよね。通称破壊当該機械戦家族一族を全て殺された。僕はあなたを救えずに生きていくことは許されない。いざ尋常にしゃべれ。これってもしかしてボット？赤いフードを送った女性レジスタンスが砂漠にいるはずです。そいつが犯人の可能性もあるから気をつけないと。でも砂漠の中流地には女性レジスタンスは一人しかいないですよ。いや、
Sugar